どうも影やんです今日はですねうまくいかないことが面白いということについてお話ししたいと思います。えー、昨日ですねプチ断食をさせていただいて夜ね、まあ、夜のご飯夜ご飯を食べないということをしてたんですよね。そうするとやっぱりちょっと寝つきが悪くなってですねまあ最終的には寝られたんですけども、えー、寝つきが悪くなっていろいろ考えた時にですねいろいろやっぱりその自分の今の現状 が結構厳しい状況ではあるんですけどもそれがねこういろいろとねこう僕を決心させることになりましたで、えー、できれば23年後3年後ぐらいに動きたいんですけども、えー、そこまでいけたらいいなとあとは自分がどこまで上げていけるかというところでありますね、まあ、まあ収入面ですねその辺がこう ししっかりしてくるとですね動き出せるかなというところではありますけどもやっぱりその今ちょっとそのまあ現状がこう厳,し厳しくはあるんですけどもそれ自体がねやっぱありがたい状態というかそのことによって僕を決心させることができた、えー、23年後にこう動 ためのことをこうやっぱりもっとしっかりと取り組んでいこうという気持ちをこう、えー、させてくれている、えー、状況であるんでですね、えー、それに関してはこう、うん、ありがたく受け止めてですね、えー、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに考えますでこう今日のね、えー、そうまくいかないことが面白いっていうことなんですけどもその あんまりね簡単にスッツッとこうまく順調にいくっていうことってそ,のそこにねあの最初それはちょっと嬉しかったりするんですけどあんま面白さはないなと思っててですねそのなかなか取り組んでもそ,のそう簡単にこうまくいかないことにこう取り組むことっていうのがねすごくこう面白いんじゃないかなというふうに考えます。で えー、何かその経験がですね後々にこう活躍する状態にこうなってくるんだろうなとでそのうまくいかないことが結局そういううまくいってない他の人の気持ちも分かることができるんでね、えー、そこへこう気持ち寄り添ったりこう分かってあげたりとかすることはできるかなというところですね。うん、だからその まあ,まあいろいろ悔しい気持ちとかいろいろあるんですけどもそれはそれでまあまあいいかなと思ったりもしてます。で、えー、自分が今いろいろと取り組んでますそれでなかなかこううまくいってないことが多いんですけどもこれで、ね、すぐこうやって取り組んですぐうまくいくとですねそこにこう成長はないというかその結構苦労してこうやっていってこのある程度 ある。到達地点まで行くとですねそれまでのこう歴史というか道のりみたいなもんがあるんでですね。なかなかその下がらない。もう。 そっから上がる一方にこうなっていくまあジグザグに上がるんですけどもその右肩上がりではないですね、えー、上下しながらこう上がっていくとは思うんですけども、えー、それなりに上がっていけてかなりのこう、えー、地盤が作ってですね土台が作れて上上がっていける状態になるんでこれはね、えー、長い目で見るとですねやっぱりその危険が少ないですよね。 そのいろんな経験をこうさせていただいていろいろこうやっていくっていうことがですね結局こう大きくなった時のこう怪我がほとんど少ないかなというふうに考えます。それを今のち,ちっちゃい時にですねまだ規模が小さい時にこういろんなねこう失敗や何やかんやというのを経験しておくことによってです、ね、こう上へ上り詰めていく時にそのややこしいことがこうなくなっていくかなそういう落とされるかなというふうに考えています。 で今は今日のその,あのうまくいかないことが面白いっていうのはそのいろいろな面であるんですけどもねそのうまくいかないとそのすぐに成し遂げられないことこれに関してはやっぱり面白いんじゃないかなとだからこそずっと継続して取り組める簡単にできるもんであったらすぐこう放り出してしまうような感じになると思うんですよね。そそここははこずっっっとこう、えー、続けていくっていいくううののやっぱりその取り取組んでこう 言ってるこの、えー、目標に向かってこうやってることっていうのがこう面白いことであるのと同時にですね、えー、その簡単にうまくいかんなということの面白さっていうのはねこうありますよねそこからこうひっ,ひっくり返すじゃない徐々に積み上げていくんで絶対にその近づいていくんですけども、えー、そういうことがこう面白いかなと思ったりします、うん、まあ、いろんな思いはありますけども。 まあそういうふうにこう思ってるということですね。ということで今日は、えー、うまくいかないことが面白いということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。